スタンリー・ジー・ワインバウム作奥マスを役マンダ・プーツシリーズ第2回理想これは自動機械だ正しい時に話しいかなる質問にも答えすべての秘密を明らかにする フランシスコ派の修道士が微笑みながら台座に鎮座する金属製の頭に優しく手を置いた若者は口をポカンと開けて銅像の頭と修道士を交互に見つめていったでも金属です頭は金属です神父様ロジャーベーコンがのたもうた 金属は外側で仕掛けは内側だ若者よ。正しい時に独自の方法で話すように作ってある。賢人は悪魔の技を神の領域にねじ込み悪を排除する。し、静かに。幽敗の鐘が鳴っている。恵みあふれる処女マリア様。 だが話さなかった。何時間も何週も京丹博士は銅像を見守ったが金属の唇は黙り金属の目は移ろただ偉大なる男が修道院で話す声のみ聞こえいかなる質問にも答えなかったついにある日 机に座り研究を行いながら遠方ケルンに住むドゥンス・スコトゥスに手紙をしたためていたその日銅像が優しく微笑みこう叫んだ時は今修道士が見上げた時は今まさしくそうです時こそあなたが発した言葉 そしてある意味、時ほどわからないものはない。もちろん、時には何もないのだから。時なしでは。銅像が吠えた。時は過去。銅像は微笑んでいるが、ドラコン像のように毅然としている。修道士が答えた。 まさしく時は過去。時は過去、現在、未来なり。なぜなら時は事象を生じる媒体なり。物質は宇宙に存在する。しかし事象は。銅像はもう微笑んでいない。時は過ぎた。 と吠える銅像の口調は屋外にある大聖堂の鐘のように渋い。そして爆発して何千個もの破片に散った。ハスカル・バン・マンダプーツ老教授が本を閉じながら言った。どうだ、わしの実験には古典的な裏付けがある。 この物語には中世の神話や伝説が混ざっているが、ロジャー・ベーコンが実験して失敗したことを証明している。教授は人差し指を振って注意した。リクソン君、ベーコン修道士が偉大じゃないと思っちゃいかんぞ。事実偉大だ。 彼が松明を灯してくれたおかげで、同姓のフランシス・ベーコンが四世紀後に取り上げて、今、ヴァン・マンダ・プーツが再挑戦する。俺は黙って見つめた。教授が再び口を開いた。実際に、ロジャー・ベーコンは、 13世紀のヴァンマンダプーツと呼ばれるかもしれない。あるいはわしが21世紀のロジャーベーコンと呼ばれるかもしれない。大著作、小著作、第三著作。俺はいらついて口を挟んだ。何の関係があるんですかあれに。 研究室の片隅に立っている不格好な金属ロボットを指さした。マンダプーツ教授が噛みついた。遮るな、わしは。この時、俺は椅子から飛び上がった。金属の塊が突然、アーガー・ラースというような声を発し、窓際へ一歩踏み出し、 腕を振り上げたからだ。なんてこった、と俺が思わず叫ぶと、ロボットは腕を下ろし、無表情で元の場所に戻った。マンダプーツ教授が冷静に言った。車が路地を通ったに違いない。今わしが言ってたように、ロジャーベーコンは、 俺は聞くのをやめた。マンダプーツ教授が持論を述べるとき、中断するなど無理もいいところ。教え子だから知っている。そこで俺は自分の個人的な問題を考えることにした。特にチップスアルバについては目下の事案。そう、テレビダンサーのチップスアルバのことだ。 小柄な金髪小悪魔でブラジル社提供のヤーバマテアワーに出ている。俺はコーラスガールやダンサー、テレビスターに弱い。多分潜在的な芸術派だなんだろう。多分。俺の名はディクソン・ウェルズ。NJ ・ウェルズ社の御蔵誌で匿名技師だ。 おそらく自分は義士だと思うが、おそらくと言ったのは、入社以来7年間、父が証明する機会を与えなかったからだ。父には時間が重要だが、俺には生来、何事にも、何にでも遅刻する困った性癖がある。父は、俺の玉坂の設計ですら、 昔のヤコブ時代だと言うが、言いがかりだ。後期ロマネスクなのに。老夫はまた、俺が舞台やテレビの女優好みが気に入らず、決まって手当を減らすと脅す。多分手当が給料なんだろう。扶養されすぎるのも不便だ。後悔するのは、 折りしも2009年の株式暴落で財産がすっからかんになって、ウィムジー・ホワイトと結婚できなくなったことだが、マンダプーツ教授は仮想機を使って強皇が来ることを証明していた。だが、俺に関する限り、とにかく大惨事となってしまった。ジョアナ・コードウェルの銀眼を忘れるのにも、 何ヶ月もかかった。俺がちょっと遅れた時、実際に起こった別な出来事だったが、ヴァン・マンダプーツ教授は、俺の古い恩師、ニューヨーク大学の新物理学部長で、天才だ。でもちょっと変わっている。諸君、自分で判断してくれ。 それが命大だ。突然、教授が俺の無双を遮った。え、はい、もちろんです。でも、あのデバロボットと何の関係があるんですか教授が青ざめた。今言ったばかりだ。バカ、たわけ。マンダプーズ様が喋っている時に眠るとは。 出てけ出てけ。退席した。とにかく遅くなって夜更かししたので、いつもより朝まで寝過ごした。そして、会社で親父からじきじきに、いつもよりこってり叱られた。ある夜、次にマンダプーツ教授を訪ねたとき、教授は怒ったことを忘れていた。 ロボットはまだ窓際に立っていた。早速目的を聞いた。学生が作った単なるおもちゃだ。右目の奥に光電子セル膜があって画像が入ると機械が動くようになっている。機械は光回路につながっているが実際に動くのはガソリンだ。 なぜですかなに、組み込んだ画像が車なんだ。これを見ろ。教授は机からカードを取り出し、今年度発売の流線型車のカードを出した。片目しか使ってないので、機械は遠くの実物と近くの小さなカードとの区別がつかない。 機械には遠近がわからない。教授が機械の眼前にカードを一枚掲げた。途端にロボットがアーガーラースと吠えて一歩前に進み両手を上げた。マンダプーツ教授がカードを引っ込めると元の場所に無表情で戻った。なんてこった。何のためですか 今までマンダプーツ様がわけもなく研究したかわしの講義でデモ用に使う。何のデモですかマンダプーツ教授が厳粛に答えた。理性力だ。どんなやり方ですかそれから、なぜ電気じゃなくてガソリンで動かなくちゃいけないのですか 質問は一つずつだ、ディクソン君。君はマンダプーツ様の偉大な思想を忘れたなこれを見たまえ。この創造物は見ての通り不完全だが捕食機械だ。ジャングルに潜み、獲物に飛びかかる虎のような機械。この怪物のジャングルは都市。 獲物は通りを走る不用心な車だ。わかるかわかりません。では、この自動機を想像してみよう。ありのままじゃなく、マンダプーツ様の理想通りに。つまり、ビルの巨大な影に潜み、暗い路地にそっと忍び。 人気のない通りをこそこそ動く。ガソリンエンジン音は静か。その時、無防備な車の画像が眼底の膜に焼き付く。飛びかかり、獲物を仕留め、鋼鉄の腕で振り回し、鋼鉄の顎に運ぶ。獲物を鋼鉄の歯で砕き、鋼鉄の喉を通り、 獲物の地、すなわちガソリンがい、つまりタンクに流れるすると力がよみがえり残骸を振り飛ばしほかの獲物を探してはい回る機械の肉食動物機械の虎だ俺は無言で見つめていたと思う 偉大なマンダプーツ教授の頭脳が突然壊れたのかと思った。俺が一体とうめくと教授が冷淡に言った。単なる考えだ。おもちゃの使い道はたくさんある。何でも証明できる。望むものは何でも。できますかなら、 何か証明してください。君から言いたまえ、ディクソン君。俺はためらい、困惑した。教授が待ちきれずに言った。では証明しよう。無政府主義は理想的政府とか、天国と地獄は同一場所とか。証明してください。 天国と地獄のことを。簡単だ。まず、ロボットに知性を与える。老舗のクッシュマン製遅延バルブを使って機械メモリを追加する。何らかの計算機を入れて数学能力をつける。電磁式優先蓄音機で声と語彙を与える。 そして重要な点がこれだ。機械に知性を付与すれば、同じように作られた機械でも、同じ性格にならなければならない決まりはないだろう同じものを内蔵するロボットでも、全く同じ性格じゃないだろう同じじゃないですね。人間は二つの機械を精密に同じに作れない。 違いが少し出ます。反応の早いのがいたり、フォックスエアスプリッタの獲物が好きなのがいたり、カーナーカーズに激しく反応するのがいたり、言い換えれば個性があります。俺は得意げにニッと笑った。まさにその通りだ。君の認識では。 個性は不完全な職人技のせいだ。製造技術が完璧なら、ロボット全部が同一になって、個性はないだろう。だろうそうだと思います。わしの理論では、人間の個性は完璧性の欠如のせいだ。我々すべて、このマンダプーツ様ですら、 個性的なのはただ完璧でないからだ。完璧なら誰もが皆同じだろう。だろうええ、そうです。だが天国は定義によれば全てが完璧な場所だ。故に天国では誰もがまさしく皆と同じ。従って、 皆に完璧性と完全性が備わっている。退屈などという拷問はない、リクソン君。どうだ要点を証明したかな参った。俺は口ごもった。し、しかし、無政府主義はどうですか簡単だ。マンダプーツ様にはとても簡単。 こういうことだ。完璧な国家であれば、個人が厳密に同等で、完璧な構成要因と証明したばかりだが、完璧な国家であれば、繰り返すが、法律や政府は全く不要だ。皆が同じ方法で反応すれば、法律は明らかに無用。 例えばある事件が起こって宣戦線布告になるかもしれない場合、このような国家では皆一斉に戦争に投票しないはずはない。従って政府は不要。だから無政府主義が理想だ。なぜなら完璧な種族にふさわしい政府だからだ。ここで一息ついた。 さあ、今度は無政府主義が理想政府でないことを証明しよう。結構です。教授と議論するつもりはありません。でもこのアホロボットの目的はそれだけですか単なる論理だけですかロボットは窓の向こうに放浪者が通ると駆け寄ってガーガー言うばかり。 十分じゃないか。しかしながら、大きな宿命すら感じる。君、マンダプーツ様は宇宙の謎を解いたぞ。教授が感慨深く間を置いた。おや、何か言ったらどうだい俺ははっとして。ああ、す、素晴らしい。 ワンマンダプーツ様のためじゃないぞ。こう教授は謙虚に言った。じゃあ何のためですか教授は眉をしかめた。えっと、そうだな。言おう、ディクソン君。わからんだろうが、言おう。教授が咳払いした。あふん。 20世紀初めに戻ればアインシュタインはエネルギーが特殊だと証明した物質も特殊だここにバン・マンダ・プーツは空間と時間は別々だと宣言する教授が俺を睨んだ俺はつぶやいたエネルギーと物質は特殊 空間と時間は別々。なんと低切な。教授が激怒した。大バカ者、バンマンダプーツの言葉をもじるとは、特殊と別々は物理的な意味で言ったことをよく知ってるだろう。物質は素粒子から構成されるが故に特殊だ。 物質の素粒子が電子、陽子、中性子。エネルギーの素粒子が量子。わしが今二つ追加する。空間の素粒子、空間子と時間の素粒子、時間子だ。一体全体空間と時間の素粒子って何ですか マンダプーツ教授が断言した。言った通りだ。まさに物質の素粒子は存在し得る最小部品だ。物質に半分電子などないし、半分量子もない。だから、時間の最小かけらが時間子だし、空間の最小かけらが空間子だ。 時間も空間も連続してない。どれも非常に小さい欠片らから構成されている。じゃあ時間子の長さは空間子の大きさは何ですかマンダプーツ様がすでに測った。時間子は、位置エネルギー量子を消費して、 一電子を軌道一から軌道二へ押し上げるに要する時間の長さだ。これより短い時間間隔は存在しない。なぜなら、一電子が物質の最小単位だし、一量子がエネルギーの最小単位だから。そして一空間子は、一陽子の実用積だ。 これより小さいものは存在しないから、明らかに空間の最小単位だ。俺は議論をふっかけた。ちょっと失礼ですが、なら空間詞と時間詞の間には何がありますか時が動くなら、教授がおっしゃる一時間詞同士の跳躍の間には何がありますか 偉大なるバンマンダプーツ教授が言った。おっと、今物質の核心まで来た。空間史と時間史の間には、空間、時間、物質、エネルギー、これらでない何かが必ず存在しなければならない。100年前、シェプレイは、 バンマンダプーツをおぼろげに予想しており、当時の発表で宇宙プラズマが大きな母体であり、中に時間と空間と宇宙が内包されていると言った。ここでバンマンダプーツは究極の単位として宇宙史を提案する。宇宙史の中で物質、エネルギー、 時間、空間が出会い、それぞれ、電子、陽子、中性子、量子、空間子、時間子がすべて作られる。宇宙の謎は、わしが宇宙子と名付けたもので解ける。教授の青い目が俺をいすくめた。素晴らしい。 俺は控えめに言った。そんな言葉を期待していると感じた。ですけれども、何の役に立ちますか教授が怒鳴った。何の役に立つだと出る。いや出す。ちょっと研究すれば。エネルギーを時間に、空間を物質に。 時間を空間に変換する手段だ。こう喋って黙った。そして呟いた。馬鹿者が、バンマンダプーツのもとで研究していることを考えろ。わしは恥ずかしい。本当に恥ずかしい。教授が赤面してるかどうかわかりっこない。 教授の顔はいつもあから顔なのだから。俺は慌てていった。見事です。なんという知性でしょう。これで教授が変わった。でも、これですべてじゃない。マンダプーズ様は完璧の手前で止まらん。ここに思考の単位を発表しよう。 思考詞だ。これはちょっと行きすぎだ。俺は見つめるばかり。君はびっくりしたかもしれないが、少なくとも噂で思考物質があることを君は知っていると思う。思考の単位、一思考詞は、一電子プラス一陽子であり、 一中性子を形成し、一宇宙子に内包され、一空間子の容積を占め、一量子によって駆動され、一時間子の間動く。簡単明瞭だ。すごい。私でさえ一思考子に等しいとわかります。教授の目が輝いた。 よくできた。素晴らしい。聞いてみた。それで、思考詞で何が得られますか教授が重々もしく言った。ああ、今や物質の核心すら超越し、ここにいるアイザックに還元する。教授がロボットに親指を押し付けた。 ここでロジャー・ベーコンの頭を機械で作る。不格好な生き物だが、当該にはマンダプーツ様も及ばぬ知性が宿ろう。でもマンダプーツ様だけはおそらく想像できる。理想変換器作りが残っているだけだ。理想変換器そうだ、たった今。 思考は物質やエネルギー、時間、空間と同じだと証明しなかったか宇宙詞を使えば何にでも変換できると証明しなかったかわしの理想変換器は思考詞を量子に変換する手段だ。例えば、 クルックス感や X 線管が物質を電子に変えるようなもんだ。わしが君の思考を見えるようにしてやろう。だが、君のおバカな頭脳のままじゃなく、理想的な形だ。わかるか君の心にある思考詞は他人のものと同じだ。ちょうど。 電子が鉄から出ようが金から出ようがみんな同一であるように。そうだ。君の思考士は、教授の声が震えた。マンダプーツ様のものと同一だ。教授が動揺してやめた。本当ですかと言って俺はあえいだ。 本当だ。もちろん数は少ないが、同一だ。従って、理想変換器は、君の人格から発する思考を示す。理想を。果たせるかな俺はまたしても会社に遅刻した。一週間経って、マンダプーツ教授のことを思い出した。 チップス嬢はどこかで巡業中だ俺は誰も連れて出かける気はないなぜなら昔やってばれたからだだから何もすることがないので仕方なく教授宿舎へ行ったが教授は見つからずやっと物理学ビルの研究室で会えた教授はテーブルの周りをうろついていた そこは昔、あの忌まわしい仮想機があったところだ。今は名状しがたい配管がのたくり、配線がもつれ、一番目立つのは丸い鏡。格子状の線が微細に刻まれている。こんばんは、ディクソン君。教授が厳粛に挨拶した。俺も挨拶を返し、尋ねた。 それ何ですか理想変換器だ。試作機がでかすぎてアイザックの鉄頭に入りきらん。今仕上げ中で試運転するところだ。君はなんと運がいいんだ。世界が恐ろしい危険から救われる。教授が青目を輝かせて俺を見た。 危険そうだ。この装置に長時間かかりすぎると、思考士が引き出されすぎて、被験者の精神が一種の地方状態になる。わしがリスクを背負い込むところだったが、マンダプーツ様の精神を害することは、世界にとって著しい損失だろう。しかし、手近に君がいる。 こりゃ都合がいい。だめ、良くない。教授が威圧した。さあさあ、北前、危険は少ない。実のところ、わしはこの装置が君の精神から思考士を引き出せるか心配している。とにかく最低三十分間は全く安全だ。 わしなら旺盛な精神があり余っているから、間違いなく歪みにずっと耐えられようが、世界に対する責任が非常に重いので、誰かが試験するまで挑戦しない。君、栄誉を誇りたまえ。はて、嬉しくないですね。でも俺はそれほど抵抗せず、結局、 教授は王兵だが、俺を好きだと知っていたので、危険はないだろうと前向きに捉えた。ついに、自分から椅子に座り、加工橋に向かった。マンダプーツ教授がストーブ缶のような筒を指さした。顔を筒に入れろ。外界を遮断して、鏡しか見られないようにしてある。 前へ進んで。そうだ。ただの望遠鏡か顕微鏡の筒に過ぎん。はて、何かが。何が見えるか自分の顔が鏡に。当然だ。さあ、反射鏡を回すぞ。ブーンとかすかな音がして。 鏡がぐるぐる回っているが、まだ自分の顔が少しぼやけただけだ。マンダプーツ教授が続けた。さあ、いいか。ここからは君がやるんだ。総称名詞を考えてくれ。例えば家だ。家のことを考えれば、個人の家ではなく、理想の家。 あらゆる夢と願望が詰まった家が見える。馬のことを考えれば、夢と憧れを乗せた完璧な馬が見える。わかるか選んだか題目を一つ。はい。やはり俺は若干二十八歳。選んだ名詞は、女。 よし、電気を入れるぞ。鏡の後ろに青い光源があった。回転面には相変わらず自分の顔が映っているが、背後に何か出来始め、形を成し、成長してきた。目をパチパチした。その時焦点があった。女だ。 女がそこにいる。なんとまあ、表現できない。初見じゃ、たとえまじまじ見てもわかりゃしない。別世界を覗いているようで、あらゆる絶望、夢、願望、理想の化身を見ているよう。あまりの衝撃に苦しくなった。そうだな。 優美な拷問か、苦問の歓喜だ。耐え難くもあり、抑えがたくもあった。だが俺は行使した。せざるを得ない。どうしようもないほど美しい姿には、なんだか親しみがあった。いつかどこかで顔を見たことがある。夢の中でか 違う。突然わかった。見覚えの原因が。これは生身の女じゃない。合成だ。鼻はちっちゃいが生意気な感じ。ウィムジホワイトが一番可愛らしい瞬間の鼻だ。唇はチップスアルバの完璧な弓形だ。 銀色の目と柔らかな茶髪は、ジョアナ・コードウェルのものだ。だが、鏡の中の顔は寄せ集めの統合で、誰のものでもない。不可能で信じられない異常な美貌だ。顔と首だけしか見えない。冷静、無表情な友達で、彫刻のようにじっとしている。 笑ってくれたらなあ、とふと思ったら、その通りになった。前も美しかったというなら、今の美貌はそうだなあ傲慢の極みで燃え盛っている。可愛いというには恥辱で失敬だ。目の前の映像が美貌をひけらかし、しかも実在しないのには激しい怒りがこみ上げる。 これは疑瞞、不正、詐欺、決して満たされぬ願望だ。魅惑にどっぷりはまって怒りが収まった。残り部分はどうなんだろうと思ったら、すぐさま素直に後ろへ下がり、全体像が見えた。俺の本心は堅物かもしれない。なぜなら当年流行の。 胸あて短パン姿じゃなく虹色の四葉ドレスを着ていたからだ。華奢な膝まですっぽり隠れている。でも体形はスリムで静寂な空中に立ち上るタバコのようだ。水上で一辺の霞のように踊れるかもしれないと思った。そう考えると女が踊り、 片足引いておじぎをし、首を真っ赤に染め、かすかに校調して見上げた。そう、俺の本心は堅物に違いない。チップス・アルバやウィムジ・ホワイトなどと違って、俺の理想の女は謙虚だった。単に鏡が俺の考えを反映しているだけとは信じがたい。 本物のように見えたし、結局いたのだと思う。本物だし、それ以上でも、それ以下でもない。俺の心の一部だからだ。この時、マンダプーツ教授が俺を揺り動かして、怒鳴っているのが分かった。時間だ、出ろ、30分過ぎた。 教授が電流を切ったに違いない。映像が消えた。俺は缶から顔を離して、両腕で支えて埋めいた。おお、どんな感じだ感じ大丈夫です。教授の壁画に好奇心がちらついた。 四千九百十三の三乗根はいくつだいきなりの突っ込み。俺はいつも計算が早い。うつろに返答した。えっと、十七。でも一体なぜですか神経は大丈夫だな。さて。 三十分も人形のようになぜ座ってたわしの理想変換器は機能したろマンダプーツ様が作ったから当然だ。で、お前は何を考えていた俺は、俺は、女。教授が軽蔑した。は、馬鹿者。 家とか馬では役不足だったな。お前、情緒領域は入念に選ぶべきだぞ。さあ、今から女を忘れることだ。存在しないんだぞ。そんなに簡単に希望を捨てられるもんじゃない。でも、でも、何を聞いたらいいかすらわからない。 ファン・マンダプーツ様は数学者で手品師じゃない。君の理想を物質化できると思ったのか俺が返事しないでうめくだけなので教授は続けた。さてと、十分安全のようだから自分で試してみよう。そうだな。人間を考えてみよう。 超人がどんなだか見てやろう。マンダプーツ様の理想形が超人に他ならないのだから。教授が自分で座った。スイッチを入れてくれ。今だ。入れた。筒がほのかに青く輝いた。俺は関心なくぼんやり眺めていた。 あんな理想映像を見た後では何も気を引かない。マンダプーツ教授が突然怒鳴った。おい、入れろと言っただろ。何も見えん。わしの顔以外。俺は凝視した。そしてわけもなく急に吹き出した。鏡は回っている。 官群は光っている。装置は機能している。マンダプーツ教授が顔を上げた。いつもより少し赤い。俺は半分バカ笑いした。教授は不機嫌だ。結局、一般人はわしより人間の理想が低いのかもしれん。 わしはお前が見たほど滑稽なのは何も見とらん。俺は消えた。惨めになって帰宅し、夜の残り半分を不機嫌に黙って過ごし、タバコを二箱近く吸った。そして翌日は、丸一日会社へ行かなかった。チップスアルバが週末放送のために町へ帰ってきたが、 俺はわざわざ出向かず、電話だけして、病気だと告げた。俺の顔は、話に信用を与えたようで、ひどく同情して、電話画面の顔はとても心配していた。それどころか、俺は唇から目をそらせることができなかった。ちょっと光りすぎる化粧だが、理想の唇だった。 だが、あれでも十分でない。全く不十分だ。老婦の NJ がまた心配し始めた。俺はこれ以上朝寝坊ができなくなり、一日欠勤した後、だんだん早起きするようになって、ついにある朝、わずか十分遅れまでになった。すぐに父が呼び入れた。 おい、ディクソン、最近病院へ行ったのか俺はだるそうに言った。病気じゃない。頼むから結婚してくれ。彼女がどんな歌をがなり立てようがかまわん。結婚して真人間に立ち戻ってくれ。できないよ。なんだ、彼女結婚していたのか えそう、彼女が実在しないと言えるわけがない。映像の、夢の、理想に恋したと言えるわけがない。とにかく父は、俺がちょっとおかしくなったと思った。だから俺は、はいとしか言わず、口答えしなかった。親父が突然、 ぶっきらぼうに行った。じゃあ忘れろ。休みを取れ。二回だ。ここじゃいいことないからその方がいい。俺はニューヨークを離れなかった。元気がなかった。しばらく友達を避けて街をほっつき歩き、鏡に映った不可能なほどの美貌を無双した。 やがて完璧映像をもう一度見たい願望が圧倒し始めた。俺以外誰も、あの魅惑の記憶は理解できないと思う。ほら、あの顔が俺の理想、完璧というものだ。美人は世界中あちこちにいる。人は恋に落ちるが、どんなに美しかろうが。 どんなに愛が深かろうが、常に秘密映像の理想にどこかちょっと足りない。でも鏡の顔はそうじゃない。彼女こそ俺の理想だ。だから他人がどんな不備を感じようが、俺の目に欠陥はない。つまり欠陥がないことこそ。 唯一理想という極論を救う。だから実現不可能なんだが、これこそ完璧さすべてに特有の欠点だ。数日経って俺は屈した。一般常識ではくだらんし無謀だ。願望完璧映像をまたも凝視するのは、 活望と戦ったが、虚しく破れ、ある夜、大学クラブにあるマンダプーツ教授の扉をノックしていた自分に少しも驚かなかった。教授はいなかった。いないことを望んでいた。というのも、物理ビルの研究室で探す口実ができたからだ。 でも何とかして教授を物理ビルへ連れ出していたことだろう。物理ビルに教授はいた。何かの書き物をしていた気上に理想変換器があった。教授が声をかけた。こんばんは、リクソンくん。今まで理想大学が存在したことがあるか 当然存在しない。そのわけは、完璧な生徒と完璧な教授がいなければならないからだ。この場合、前者は学ぶべきものがない。従って後者は教えるべきものがない。俺に完璧大学に何の関心がある存在不能も。 俺の前例は別な理想が存在しないせいで進んでいる。俺は緊張していった。教授、もう一度、あれ、あれを使わせてもらえませんか何か、あの、見たいんです。俺の声で状況がバレたに違いない。 マンダプーツ教授がきっと見上げたからだ。さては、君はわしの助言を無視したな女は忘れろとわしは言った。忘れろ。彼女は存在しないのだから。でも、できません。もう一度、教授、ほんのもう一回。 教授は肩をすくめたが青くキラキラ輝く瞳はいつもより少し優しかった結局ある信じがたい理由で俺を好きだった「リクソン君君は成人だし大人の知性があるだろ?」う。これは非常に愚かな注文だが わしは自分の話すことは常に理解している。もし君が不可能な夢というアヘンで自身を麻痺させたければやりたまえ。これが最後のチャンスとなろう。なぜなら、わしのこの理想変換器を、明日、あそこのアイザックというベーコンの頭に移植するからだ。 発信機を交換して、思考子が光量になる代わりに、電流になるようにするつもりだ。この電流でアイザックの発生装置を駆動し、声を出す。教授は黙想して一息入れた。マンダプーツ様が理想の声を聞く。もちろんアイザックが返すのは、 操作能の思考士のみだ。ただし鏡の映像のもので、人間の影響は排除してある。発生は理想の単語となろう。教授は俺が聞いてないのが分かった。ぶつくさ言った。やれ、馬鹿者。俺はやった。 俺の渇望した映像がゆっくりと人物に照り輝き、以前に比べ途方もなく可愛くて何か信じがたいほどの美しさだ。今なら理由がわかる。ずっと後で教授が説明してくれた。前に一回理想を見たために俺の理想が変質し、より高みまで持ち上がったせいだ。 記憶の中の理想顔も完璧という概念も以前と変わった。だからじっと見つめて願った。鏡の中の人物は微笑みと動きで俺の考えにすぐ気やすく応じた。俺が愛を思うと彼女の目は優しく燃え上がり、あたかも俺。 ディクソン・ウェルズが世界の大ロマンス相手のように思えた。エロイーズとアベラール、トリスタンとイゾルデ、オーカッサンとニコレット。マンダプーツ教授が俺を揺り動かしたのを感じ、教授のしゃがれ声が聞こえたとき、探検で刺されたようだった。出ろ、出ろ、時間だ。 俺は埋めいて顔を手で覆った。言うまでもなく教授は正しかった。狂気の模写へは満たされぬ願望を一層強めただけで困惑が十倍も悪化した。その時教授が後ろでつぶやくのが聞こえた。おかしい。実に変だ。 オイディプスだ。雑誌の表紙や看板のオイディプスだ。俺は周りをうつろに見渡した。教授が俺の後ろに立って、どうやら回転鏡を黒い筒の端から覗いたようだ。俺は気だるくつぶやいた。はあ。あの顔はとても妙だ。 君は何百冊の雑誌、何千枚の看板、無数のテレビ放送で彼女の姿を見たに違いない。エディプスコンプレックスが妙な形で。え、教授も見たのですかもちろんだ。何十回と言わなかったか 思考士が完璧な可視光線に変わると言ったろ君が彼女を見たら、わしも見ないでか。でも、看板とかは教授がゆっくりと話した。あの顔はもちろん幾分理想化されているし、細かいところで間違っているところもある。彼女の目は、 君が無双した青白い銀眼ではない。緑がかった紺碧のエメラルド色だ。一体何の話ですか俺はかすれ声で聞いた。鏡の中の顔の話だよ、ディクソン君。たまたまディーライ・アグリオンの顔にとても似ているんじゃ。流暢の。 というと、彼女は本物実在生存ちょっと待て、ディクソン君。D ライはまず本物だが、君の習わしに従えば、ちょっと遅かったな。二十五年ばかり遅すぎたと言える。D ライは今五十歳代に違いない。 えっと、五十三歳だと思う。でも、君が幼い頃、顔は見たに違いない。どこにでも貼ってあったディーライ・アグリオン、流暢だ。危うく息が詰まるところだった。この話は衝撃的だ。マンダプーツ教授が続けた。 いいか人間の理想が植え付けられるのは幼児期だ。このため、君がいつも恋に落ちる女は、その時の髪、鼻、口、目を一つか二つ持つ女だ。とても単純だ。しかし妙だな。妙。 妙と教授はおっしゃる。教授の珍妙な仕掛けをぞくたびに、俺は神話と恋に落ちる。死んだ女とか、既婚者とか、幻とか、老婦人になったとか。妙だってクソおかしいじゃない。俺は食ってかかった。教授が落ち着いていった。 ちょっと待て、ディクソン君。たまたま D 来には子供がいてな。デニスと言って、いいことに、母親そっくりだ。なおいいことに、来週ニューヨークへ来て、この大学でアメリカ文学を学ぶ。手紙が来たぞ。すぐには理解できなかった。 俺はあえいだどどうして知っているのですか数少ない瞬間の一つ恐ろしく面白みのないマンダプーツ教授が取り乱したのを見てしまった教授が少し赤面してゆっくり話した「リクソン君、ずっと昔 アムステルダムで起こったことだが、わしとディー・ライ・アグリオンは、とても親しく、友達以上と言えた。が、流暢とわしのような強烈な個性はいつも衝突する。わしは二番目の夫だった。ディー・ライは七回結婚したと思う。 デニスは三番目の夫の娘だ。なぜ、なぜ娘さんはここへ来るのですかそれはな、わしがここにおるからじゃ。まだ D 来の友達なんじゃ。教授は向き直り、機上の複雑な装置に鏡込んだ。レンチを取ってくれ。 今夜これを分解して、明日アイザックの頭に組み込み始める。でも次の週、俺がたまらなくなってマンダプーツ研究室へ舞い戻った時、理想変換期はまだあった。教授がユーモラスに挨拶したことが、あごひげの口からうかがえた。おい、まだここにあるぞ。 アイザックには新品を作ることにした。その上この機会は楽しみをうんと与えてくれる。さらにオスカー・ワイルドの言葉を借りれば、天才の研究を改ざんするつもりはない。結局この機会が偉大なマンダプーツ様の作品だ。教授はわざと俺をじらした。 俺がアイザックや天才教授に相談しに来たのじゃないことは先刻承知。にこやかに笑って小さな隣部屋に向き直った。そこに金属製のアイザックが厳粛に立っている。教授が呼んだ。デニス、来なさい。自分の期待は正直なところわからないが、 香りから女が入ってきたことがわかった。案の定、俺の理想ではなかった。多分ちょっと痩せすぎだ。目はそうだな。ディーライ・アグリオンとウリ二つに違いないだろう。というのも、今までで最高の透明エメラルドだったからだ。でも、王平な視線だ。 これでマンダプーツ教授とリュウチョウがいつも喧嘩していたわけが想像できようというもの。いや、想像するのも簡単だ。リュウチョウの娘の目を見れば、一見して、デニスには俺の完璧像と言うべき女性の謙虚さが微塵もなかった。極端に露出した流行の服を着ている。 覆っているのは二十世紀半ばのワンピース水着と同じくらいだ。しなやかさや従順さといった気品は漂わず、独立心や露骨性や、もう一度言うが、厚かましいという印象を与えた。マンダプーツ教授が俺を紹介したとき、デニスが冷淡に言った。あら、 あなたが NJ ウェルズ社の御曹司なの折りあるごとにあなたの脱線がパリサンデイ市の付録を賑わしている。株で百万ドルすったのはあなたじゃなかったのウィムジー・ホワイトに求婚できたの俺は赤面した。慌てて否定した。誇張だよ。とにかく損した。我々。 いや、俺が。バカを見たのはあなたじゃないでしょうデニスがうまくまとめた。まあ、デニスはそんなところだ。すごく可愛い,いとか、あの鏡で見たような顔であれば、燃え上がったかもしれない。あえて嬉しいですと挨拶した。まさかまた会うとは思いもよらなかったが、 しかし、怒る気はしなかった。俺にとって、理想的な黒髪、完璧な唇、粋な鼻じゃないけど。というわけで、デニスとまた会った。数回も。実際、デニスが受講していた数少ない文学コースの合間では、大部分を一緒に過ごした。 そして少しずつ体格はともかく俺の理想からほど遠くないことが分かった。厚かましさの下に正直さと率直さがあり、不本意ながら可愛さもあり、出会い頭の印象さえ許し、たちまち恋に落ちてしまった。さらにいいことに、デニスも返し始めたように思えた。 そんな頃、とある正午、デニスを呼んで、一緒にマンダプーツ研究室へ行った。教授と大学クラブで昼飯を食べる予定だったが、教授は個人研究室の向かい側にある大研究室で、実験を自家指導しており、スタッフがしくじったある種のゴタゴタを解決しようとしていた。そこで、 デニスと俺は、九段の小部屋に舞い戻った。お互い二人になるには完璧な部屋だった。デニスがいるだけで腹がすかない心地。デニスと話すだけで十分食べた気分だ。私、作家になるつもりよ、ディック。私、いつか有名になる。 こう言いながらデニスは物思いにふけった。そう、予想が正しかったことはご承知の通り、俺はすぐうなずいた。デニスが微笑んだ。ディック、素敵、とても。とてもとってもよ。デニスが熱く返した。 その時デニスの緑眼がテーブルに泳ぎ理想変換器に向いた。ハスカルのおじさんの珍妙な頭の壊れた機械というのがこれ俺の説明はずっと不正確だったと思うが普通の技術者でもマンダプーツ教授の考えにはついていけない。だがデニスは骨子を捉え エメラルドの目がキラッと輝いた。面白そうね。やってみる。こうはしゃいで立ち上がってテーブルへ向かった。教授がいないときにやっちゃいけない。危ないよ。言うだけ無駄だった。緑眼がきっと輝き、いたずらっぽい目で俺を見た。でもディック、 私やる。理想の男を見てやる。ふふふ。俺はパニクった。背が高く黒髪で力強いのがデニスの理想だったとしたら、そうじゃない俺のような背が低く薄い茶髪で少々丸ぽ茶は。俺は厳しく言った。ダメ、やっちゃいけない。 デニスはまた笑った。俺の戸惑いを読んだのだと思う。柔らかく返した。バカ言わないでディック。デニスが座って顔を筒の開口部に入れて命じた。スイッチを入れて。断れなかった。鏡を回し、官軍のスイッチを入れた。 それからすぐデニスの後ろへ回って、回転鏡に何が見えるか、覗いた。ゆっくりと顔が浮かんできた。ぼんやりと、ぞくぞくした。映像の髪の毛は確かに薄茶色だ。ひょっとして俺に似てるかもとうぬぼれさえした。 多分デニスも同じ何かを感じていたのだろう。というのも、不意に缶から目をそらし、ちょっと困惑した眼差しで見上げたからだ。デニスにしてはとても珍しい。理想なんてつまんない。本物のスリルが欲しい。見たいのがわかる本物の恐怖を見てやる。 究極の恐怖を見てやる。おお、だめ。いけない。とても危険な考えだ。別な部屋からマンダ・プーツ教授のディクソンという呼び声が聞こえた。デニスが言い返した。危険バカ言わないで。私、作家よ、ディック。すべてが素材になるの。 単なる経験よ。経験したいの。マンダ・プーツ教授が再度呼んだ。ディクソン、ディクソン、こっちへ来い。俺は言った。いいかいデニス、すぐ戻るから。戻るまで何もするんじゃない。お願いだから。大研究室へ駆け込んだ。 教授は怯えた助手の一団と対峙していた。一見して教授を極度に恐れている。ああ、ディクソン。エメリッチ弁をバカどもに教えてやれ。自由電子流で動かないことも。一般技術者でもよく知ってることをわからせろ。さあ、一般技術者は知らないだろうが。 たまたま俺は知っていた。俺が波外れた技術者というわけでなく、たまたま知っただけだ。一、二年前、メイン州にある大きな潮流タービンで仕事をしたとき、エメリッジ弁を使って超高圧コンデンサの漏電を防止しなければならなかった。そのように説明を始めた。 マンダプーツ教授は途中で助手たちに皮肉を言っていた俺が説明を終えた時30分ばかり経ったと思うその時デニスのことを思い出したマンダプーツ教授がじっと見ているのを置いて急いで戻った案の定デニスは顔を筒に押し付けたままだった 両手でテーブルの端を握っている。もちろん顔は隠れているが、何か変だ。姿勢が崩れ、拳が白い。俺は叫んだ。デニス、大丈夫かデニス。デニスは動かなかった。俺が鏡と筒端の間に顔を突っ込み、 デニスの顔をじっと見ると、ほとんど気絶同然。諸君、今まで、正真正明狂乱した、底なし恐怖に引きつった人間の顔を見たことがあるかまさにデニスの顔がそうだった。表現不可能で耐えられない恐怖だ。死の恐怖にさらされた場合よりもっと悪い。 緑眼がカッと開き白目を向いている完璧な唇はひん曲がり顔全体が歪み恐怖仮面となっているスイッチへ駆け寄ったが途中でちらっと見えた鏡に映ったものが信じられない悲哀で恐怖を帯び ぞっとする。これでも言葉が足りない。全く言葉がない。デニスは缶が暗くなっても動かなかった。俺がデニスの顔を筒から持ち上げると、俺をちらっと見てびく。椅子から転げ落ちて逃げた。恐怖に引きつった顔を向けたから、追っかけなかった。 デニス、ディックだ、見て、デニス。だが、俺がデニスの方へ行くと、絞り出すような金切り声を張り上げ、目がうつろになり、膝が折れて、そっと押した。何を見たか知らないが、極度にぞっとするものだったに違いない。デニスは気弱じゃないからだ。 一週間後、教授の小部屋に座って、マンダプーツ教授に会っていた。灰色の金属製アイザックはなかった。テーブルにあった理想変換器もなかった。マンダプーツ教授曰く。そうだ、分解した。わしが犯した過ちは、機械を放置して、 君とデニスのような無能な二人、いじれたことだ。どうもわしは他人の知性をいつも過大評価するようだ。マンダプーツ様の頭脳寄りに判断しがちかもしれん。俺は黙っていた。完全に気落ちして憂鬱だったので、教授が俺に知性がないと言っても、 正しい感じがした。マンダプーツ教授が再会した。これから自分以外誰の知性も信用しないつもりだ。間違いなく正解に近い。アイザックがいない片隅を指さした。ベーコンの頭ですら信じない。あの計画は中止した。 なぜなら、ざっくばらんに言えば、機械脳に何の需要があるか、マンダプーツ様並みになっても、俺は突然叫んだ。教授、なぜみんながデニスを俺に合わせない。毎日病院へ行ったが、たった一回しか入れてくれなかった。たった一回しか。 ちょうどその時デニスがヒステリーを起こしたけどなぜデニスは俺は息を呑んだデニスは順調に回復しているよリクソンくんならなぜ会えないのですかマンダプーツ教授が静かに言ったそうだなこういうことだ なあ、君が研究室へ駆け込んだとき、謝って筒の正面に顔を向けたろデニスが呼び出していた恐怖の真っただ中に、ちょうど君の顔が見えたんだ。わかるかその時から、君の顔がデニスの心に、鏡地獄の権限となったのじゃ。 デニスが君を見ると全部再現するぞ。俺はエイだ。畜生、でも治るんでしょうその場面は忘れるんでしょう若い精神医が治療している。余計なことだが、陽気な奴だ。試験だがね。彼によれば、 二三ヶ月で完治するそうだ。だがディクソンくん、個人的に言えば、デニスはもう君の顔を見たくないと思うよ。わしだってもっとひどい顔はあちこちで見たがね。俺は無視してうめいた。おお、こりゃあ大変だ。飛び出そうと立ち上がったその時。 うまい考えを思いついた。後ろを振り向いて叫んだ。いい、いいですか、教授。デニスをここへ連れ戻して、理想美を見せましょう。その時俺が顔を突っ込む。だんだん興奮してきた。成功するぞ。最悪他の記憶も消える。素晴らしい。 相変わらずだな、君は。ちょっと遅かった。遅いなぜ理想変換器はまた作れるでしょう教授は何度も作ったでしょうマンダプーツ様はとても気前がいい。喜んでやるよ。でも少し遅かった。ディクソン君。 あのな、デニスは今日のお昼、陽気な若い精神医と結婚したんだ。さて、今晩俺は、チップスアルバとデートするんだが、まさにさっき遅れたように、今遅れようとしている。そしたら、一晩中、唇を眺める以外、 何もできないな。